能登半島地震の発生から3ヶ月半4月6日に全線で運転を再開した能登鉄道を特別な思いで見届けた女性がいた父との思いを胸に今を見つめる女性の思いに迫る地震発生から3ヶ月余り能登鉄道が全線再開4月6日能登鉄道が全線で運転を再開した1日駅長出発進行 再び走り出した列車を見届けようとホームを訪れていた女性がいる。土中美紀、48、3だ。土中美紀さん、やっと能登につながる道が開通するのはやっぱり嬉しいなって思う。元日の能登半島地震で亡くなった父を思い、元日、ふるさとの和島が大地震に見舞われ、家の中にいた父、健一郎さんが犠牲となった。土中さん、ここが台所で。 台所のものとかもちょっと出てきて、この椅子に座ってご飯食べとったんやけど、なんか嘘みたい。当時仕事で穴水町にいた土中さん、住む家と愛する父親を同時に失った。その後、土中さんは金沢市に避難しみなし仮設住宅で生活することを決めた。土中さん、気をつけてね、大丈夫。慌ただしい引っ越し作業の中、土中さんはあるものを見せてくれた。 土中さん、これ、年賀状、一日に届いたやつ。これだけかな。能登鉄道のお父さんの友達から、1月13日から柿のお店始めます。よかったら遊びに来てくださいって。昔の同僚、お父さんの後輩かな。能登鉄道は亡くなった父、健一郎さんが最後の職場として汗を流した場所だった。前回の地震で取材を受けた父、縁の下の力持ち。 2008年に石川テレビの取材を受けていた健一郎さん。2007年の能登半島地震では、壊れた線路を確認する補線作業員として復旧に尽力した。土中健一郎さん、当時、花形は運転手やけど、縁の下の力持ちという影の存在、黒子的存在やね退職した後も、毎年かつての同僚から健一郎さん宛に年賀状が届いていた。土中さん。 この方にもまたちゃんと連絡してお父さんの代わりに書き食べに行かないと。4月6日、記者おはようございます。お花持っているんですね。土中さん、今日はお墓参りも天気が良いので行ってこようかと思っています。能登鉄道の再開を見届けようと穴水駅に向かった。駅に着いた途中さん、会いたかった人を見つけることができた。土中さん。 よかったら遊びに来てくださいっていうのを見て、本当はお父さんも行こうと思っていたんだろうに。能登鉄道の職員、木戸輝彦さん、あの年賀状の送り主だ。土中さん、お父さんも一緒に連れてきたんです。木戸さん、平成19年の地震の時も、すぐ職場にいらして、私は家で地震の片付けしとったら、家のドア開けて、おい、木戸行くぞと言って。言ったことを覚えています。 本当にあの熱心で、率先して、一番仕事をしとった方、残念と言いますか悲しくて、最初聞いた時はびっくりしたんですけど、今日お会いできてよかったかなと。絶対に事故を起こさないように、と父が長年守ってきた線路の安全。土中さんは再び動き出した列車を見届けることができた。土中さん、父が前の震災の時にした仕事で、 今ののと半島自身の復興に役に立ったってことを聞いてよかったなってきっとお父さんも天国でのと鉄道の復興を心待ちにしとったと思うし今日この開通を見て喜んどると思う復旧したのと鉄道を見届け土中さんは父の墓がある場所へ向かった土中さんまだちょっと傷ついてるけどこれはもう仕方ないねでもこんないいがにしてくれたからこれもかけとるけど 上上に上げててくれてよかった地震で倒れた墓石は知人に頼み元の位置に戻してもらった地震から3ヶ月余り元気なふりするのも疲れた土中さんやっぱりちょっと孤独っていうか一生懸命手続きしたり片付けしたり引っ越ししたりっていろんなことがあって動いとるときは何かしなきゃって動いていたけど急にやっぱりふと。 何かこれからどうしたらいいんだろうって思う時がある頑張って元気なふりするのもちょっと疲れてきたかなって正直3ヶ月経ってそう思う時もある大地震の発生から3ヶ月半父が愛したのと鉄道が動き出した一方で日々の生活は元通りとはいかず路中さんは今も不安